よし。何時？うわ、もう10時か。もう1時間ぐらいかまだな。さあ、お鍋の方も、閉めるか、ちょっと一旦な。あれ？ガスないのも。シューって言ってる？言うてないわ。ガスないやん。ガスないやん。まだ二つあるけど。あ、じゃあこれ抜かせた。これ抜かなかも。こっちに、オン。さあもう閉めるか、そろそろな。あ、火を入れてるわ。ちょっとガス出しといて、からの、あれ？使わへん。ピカってなってんの？そんな。ピカってなってんの？ピカってなってるわ。ちょっと出しとくガス。鼻詰まってか分からへんのよね。いついつ。これなんでもガス出ねえで。もうこの部屋がもう酸素が不足してんのかな。おい、どういうことだよ。つかねえじゃねえか。ピカって光ってんのにさ。シューって言ってるよ。ガス抜くよ。おい！なんだよこれ。なんでつかないんだよ。ピカって光ってるやん、とこ。おつかね。なんで？なんかあんのかな？おつかないんだよ。ちょっと振った方がいいんちゃう？勢いが足りへんちゃう？こいつの。なんでだ？ちょっと出しとくか。全然だよ。おい、どうした？ピカッとなってんだよ。そこのとこ。火花的に出てんだよ。どうするか、どうするか。新品のガスボンベどうするか。じゃあボンベ変えてみっか。じゃあボンベ変えてみっか。もうこれサラダだぞ、お前。新品だよ、これ新品だよ。じゃあ次の新品変えてみるわ。これね、もうなんかこうカセットコンロが悪いのか、うん、ライターとかそんな使わねえよ。あったやって使わないぞ。もうライター使わなくていいシステムでしょ。なシュールというか。シュン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 。これ火花がダメだから。何が怖いんだよ。怖いことも何でしょう。もう何かわいやばいこと起こるんだよ。火花出てるよ。火花出てつかないよ。火花出てつかないのか、つかないよ。あー、もうライターなの。もうめんどくせえ、そういうの。だってそういうシステムじゃないでしょ、これ。爆発はしないよ。ライター使ったっけ。
あの、火事にするやつみたいなのが嫌やな。なんちゃどっちにあんの？あー！パテモソ。シス。ちょ、見てくるわ。キットカット、来た。だから俺がね、俺がね、ここで火つけた瞬間さ、爆発するっていうね。もうこれだけやったな。火つけに来てるから。そもそもさ、あれなんじゃないの？何やろ、もう。酸素不足になってんじゃん。あ、ついた。ついたよ。あれが悪いんだよ。カチッと吸っとくが悪いんだよ、カチッと吸っとくのが。めちゃめちゃ火ついてる。で、カチッとする場所がもうおかしく、開けた。これつかねえもんだって。これつかねえんだよ。うん、これでいいわ。置いとこう。だけど、カチがダメになってない、カチが。うん。トントントン。あ。もう俺一人鍋やから、俺こういうの戻していくからね。戻していくスタイル。出汁は戻していくスタイルやから。さあ、ちょっととりあえず一旦人に行ったりさせよう。火花が弱いと思うよ。うん。よいしょ！そんなガスがすごいんやね。漂わないから大丈夫だよ。叩かれたらな、あんま調子に乗ったら2チャンネルで叩かれる境、2チャンネル、2チャンネル怖い境に、2チャンネルで言われるの怖いから、ドーンドーン、2チャンのやつは大体友達。アンチは口臭い。まあやば。よいしょ。うどん入れました。おうどん入れましたわ。これちょっとこれで、これ最後な、締めるわこれでな、うん、よいしょ。キットカット食べるわ。枯葉の味がする。もみじまんじゅう味。これもみじまんじゅう味にしなきゃいけなかったのかい、このキットカット。白いよ、ほんで。ミルクティー色してる、これね。うわ。カレーハンの味がする。おかわり作ろう。今日はもうこれで終わりな。カレー葉っぽい味すると思うよ。あのね、乾燥、乾燥あんこ、あ、甘夏、甘夏をね、甘納豆ってあれやんけ。柑橘系やないか。甘納豆をね、乾燥、ぺったんこにして食ってるじゃないですか。まだチョコレートじゃないからね、すでに。キットカットやけど、これ。キットカットやけど。乾杯！
カレー派の味っていうのはね、もしかしたら大げさかもしれへんけども、うん、ハブはブレイク、ハブはキットカット、キットカット検索なんか知らんけど、抹茶のキットカット美味しいや、うん、うん、これだ。まだ洋七もね、気合い入れてもみにまんじゅうって言えへんわ、うん、もみにまんじゅうぐらい言えへんわ、あのさんもガバイばあちゃんでね、売れたけど、またもう消えたね。また講演会やってんのかね、あの人ね。そんなんでね。岡山限定なんじゃないのよ。もみじまんじゅう高津堂監修らしいよ。広島だ。岡山で広島だ、うん。というわけで、うどんが煮えるまで。お待ちください。よーし。じゃあ行くぞ。うどんだ。どう。見えないか。火つかなかったけどな。よーし。もうこのうどんが締めだ、今日の。久々の炭水化物やで。うん、この夜な。あ、餃子も入れたらよかったな。味の素の冷凍餃子、俺この間買ったからさ、あったんだけど。やっとけよかったな。頼むとこ。うどん入れよう。これ餅とかでもいいよな。あく。俺の平成随一の綺麗な箸の使い方でもなかなかね、取れないよ、これ。つるっとしちゃってるから。いただきます。熱いぞ。熱っ、気道が焼けるわ。美味しい、うん、美味しいわ。やっぱ美味しいわ。このうどん美味しいね。名義か、なんとか、名前の白とか言って名義かなんか知らんけどね。2人前100円ぐらいのうどんだけどね、めちゃめちゃうまいから。やっぱうどんある、これ。鍋ね。鍋用のうどんね。うん。うまかー、うん、熱いぜ。地元の方言が出てしまったわ。おいしいわ。おいしい。明日はだからこれ多分さ、このままさ、もっと辛な、もうこっからの次の変化ってそんなないから、このままちょっとさらに辛くすっか。ね。もうチゲ鍋っていうことにしといてさ、ちょっと取れねえよ。俺の究極にうまい箸使いも取れねえよ。俺が取れねえやつは世界中の誰も取れねえよ、これ多分。いやもうね、餅、食べたいな。もうそろそろ、もう正月やし。あーっちー、ちょっとやめて、もう落ちたわ、もう。熱かった、ここのなんか汁的な、なんかちょっと、鼻セレブでよくかない。熱かったー。地肌じゃないの熱かったわ、この死んだ感じで。地肌じゃないの熱かったよ。びっくりしたわ。なんかこれ染みてく感熱いよね。染みてくと。落ちたポン、うん、うん。
まあ、酔ってるほど酔ってないけどね。今日もあの、合法ドラッグ飲んでますから。うん。合法ドラッグね、先ほど飲んでますから。ああ。うん。酔いますよ。最近閉めないけど次の日におじや。あのね、おじやにするともったいないよ。うん。おじやにしちゃうとね、もう、ね、食べきれないぐらい量になるでしょ。鍋でおじやなんかしちゃったらさ。もう4、5人だったらいいと思う。まあまあ、ファミリーやもんね。うん。ファミリーのところの人はそれでいいと思うな。いや、俺みたいに一人暮らしがさ、この土鍋でさ、おじやなんかしてみなよ。いつまでおじや食うねんってなっちゃうから。うん。途中からなんかもうなんていうの。チャレンジ動画みたいになってくるからね。だからやらないけど。で、一人暮らしのね、人、この大きいね、土鍋でやるっていうのはいいと思うで、一人暮らしだって。うん。ちまちまね、毎日鍋を食う。時短ですよ、時短。うん。野菜用とか肉を切って入れるだけ。うん。はね、いいんですよ。まあ最終形態は皆さんお察しの通りになると思うよ、もちろん。うん。だけど、これおじやにしたらね、俺一人やったら食えないよ。ここにご飯ぶち込んでさ、おじやにしたらさ、それ食えないよ。なんぼ二合飯の話じゃなくなるから。うん。やっぱね、この大きい土鍋だけど鍋はやりたいでしょ、みんな。これ具残ってたら別に明日食えばいいんだよ、これ。明日のためその位置やと思っときゃいいんだよ、こんなのね。別にこのうどんがね、一本二本残ってたって別にそんなもん明日になると溶けてくから。明日、明後日にもう溶けちゃってくから、そんなの。ただのとろみに変わってくからさ。あ、肉団子減った。気にせずね、おっきい鍋でやろうぜ、一人でも。ガンガン行こうぜ。うん、ガンガン行こうぜ。命を大切にじゃなくて、ガンガン行こうぜ。あこ。あ、うん。あかーい。うん。あ、そういう、また悪口言うかな。いつまで、言うか。なんかさ、鍋動画にさ、口開けんなとかって言ってなんかあったけどさ、開けるわボケ開けてくわこれからも暑いし、うん、マナーとかうんの言ってんだよ、まあ、他の前綺麗なさテーブルマナー言ってるところの動画でも見ろかなバカどもがね、うん、食べ方のマナーとか言うんだったらね、まあ、そこ行けよお前、うん、岸朝子が動画上げてるかそう見てこいよお前、俺はさ、関係ねえから。関係ねえから、知らねえよ。テーブルマナーもクソもねえんだよ、な。うん。まあ、返信してなかった。返信してなかった、それで。あ、返信してないわ。うん。多分、もしかして今回見てるかもしれんけど。出るかもしれない。口開けて食うとかさ、どうのこうの言ってるのはね、で、見てるかもしんないけどな、お前な。一生口開けて食うから、俺は。バカ。二度と食んな、この、チンカスたまりのすけ。あ、まだこれカットせんなんかな。いや、まあ、ええか、これぐらいやったら。一人、特定の人に言ってから、まあ、いいか。うん。特定の人に言ってからいいか。うん。マナーとか知るか、バカ。いらねえんだよ、そんなお前。お前、人と食ってる時やれんじゃん、バカ。動画内でやるかよ、クソ。うん、まあ、そいつに言ってからいいか。もう誰かに、みんなに言ってるわけじゃないからな。うん。そんな奴が言ってることなんか、まあ、知らねえよ、バカ。むしろもっと口開けて食うよ、これから。やってるわ。不愉快、決まり回りない飯動画にしてやるよ。うん。うん。
ちゃくちゃ言うなってことだよ、どうよ。うん。やっていくよ。これからもやっていくよ。うん。むしろお前が言ったことによって、これからさらにひどくしていくわ。うん。お前のせいやからな。うん。まあ、だけど、まあ、それで、見たくないやつが、見なくなったらそれでええから。編集しないよ、今回は。編集しないよ。そのまま。基本的に俺、取って出しやから。編集しないよ。ただ、昨日の動画、昨日の鍋動画の後半は、あまりにも罵倒しすぎてて、暴言ひどすぎたから、うん。うん。カットしたけどな。お前、完全版みたいなやつをさ、一応できてんのよ。実はね、完全版みたいなのやってんけど、後から見返したら、昨日酔っ払ってやったからさ、完全版みたいなやつを見たときに、今日冷静見たとき、これはあかんと思ったけど、完全版もこっそり上げっから限定公開で。ツイキャスって YouTube 見てる人とか、YouTube 見てる人見てるじゃないよ。うん、限定公開で やるか。かなりボロクソ言ってるからね、本当に。それはそれでいいか。それはそれであげっか、限定公開な。別にもう言ったものも言ったことやからいいよ。うん。まあね、自粛したところのやつはね、もう削っちゃったとこもあるからさ、もう捨てちゃった、データ消しちゃったとこあるからさ、そっからさらに削ったということやからね。昨日酔っ払って、ここから先はさすがにちょっとまずいなと思って、実ったところのやつは、編集終わった時点で、まあもうデータ置いててもしゃあないから消して、捨てたのよ。でそっからさらに削ったんが多分、もしかしたら明後日公開される。まあもう今日はもういつかっていうね。今日よりね、明後日に公開される動画やと思うけど。まあそれの前で、やつはじゃあどっかで公開するわ。こっそりな。見たい人で見てくれるよ。限定公開にしよう。もうボロクソ言うてっから。ボロクソ言いすぎたよ。もう、これはダメだって思う。まあ、そこまでボロクソじゃないかもしんないよ。うん。ただまあ、ボロクソ、俺の中ではちょっと、ああ、見ていて不愉快になるかもしれんなと思ってね。まあ、大概だけど俺の動画は普通に不愉快やと思うけどさ。まあ、さらに、うん。アンチが顔真っ赤になるかもしれんから。よし。まあ、よっしゃ、次ね。また何かあったら、もうこれはちょっと置いとくわ。明日のためにな。うん。というわけで、まあ、次があったら終わり、しましょう。パチパチ協会でした。